それではただいまより日本自転車トラック競技短距離の強化育成新体制発表記者会見を始めてまいります。私は本日の進行を務めさせていただきます半田愛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はご多忙の中皆様にはお集まりいただきましたことを心から厚く御礼申し上げます。それでは初めに本記者会見の趣旨につきまして私の方からご説明をさせていただきます。本記者会見は日本自転車トラック競技短距離種目における外国人コーチの起用も含めた競技育成の新体制をお披露目することを目的としております。 JKA は2020年東京オリンピックに向けまして JCF と連携して競輪学校を拠点とした日本人選手の強化育成を今まで以上にバックアップしていくことを決定いたしました。今後外国人コーチを中心とした強化体制に加えまして競輪業界のバックアップなどにより国際大会での日本人選手の活躍が大いに期待されるところでございます。それでは続きまして公益財団法人 JKA 吉田和則会長よりご挨拶でございます。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。 JKA 会長吉田でございます。本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。また日頃いろんな面で皆さんにはご支援いただきまして大変感謝いたします。この場を借りてお礼を申し上げます。だって今司会からも説明がありましたけども、まあ、一つは私どもオリンピックを大変ありまして語りまして私ども経営学を中心としたおよそ55万平米ぐらいの土地があります。その中にもちろん練習ができる楽器場およびペドロドームといろんな施設も持っておりましてその中でオリンピック競技東京オリンピック競技が2つばかり私どもの施設を活用していただけるということに内定しておりまして、まあ、そういった経緯もありまして私ども一つはそれに対応する体制を新しく作って、対応していこうということにしております。で私どもの理事を1名頭に、いろんな JCF を中心としたいろんな関係団体との協調をその組織を通して強化していこうということで述べております。あともう一つはこれもいわゆるコーチングスタッフこれも国際的に通用するようなスタッフを揃えてやるということになりました。まあ、以上2つが今日強化した柱でございます。で、特にですね、選手強化につきましては、皆さんご承知だと思います。私は JKA 担当する前、45年間、競輪一筋のファンを通してまいりまして、よく競輪選手の力量というかその辺もよく知ってきております。その中で6年前ぐらいから国際競輪と今も男子女子ともやっておりますが、ほとんど各競輪場でラップタイムを更新できるのは外人選手ばかりと。でしかもいろいろ世界選手権とか過去のオリンピックで勝ってはメダルも取ったこともありましたがここへ来て特にグローバルのレベルに対して落ちているとましてプロたる競輪選手これでは恥ずかしい。で私もファンをやっておりまして正直申し上げまして最初は国際競輪も興味あったんですけど途中からもう明らかに力の差があって情けないんで参戦しなくなりましてだからおそらくそういったこともですね現在いろいろその経営のファンの方々に対して魅力を失っている一つだということを感じてまして僕が JK 担当してから一つのメインテーマの一つとしてぜひ競輪選手のレベルを上げたいということで1年余りかかりましたけどようやく世界に通用するここに並んでます2人のコーチングスタッフを迎えることができました。でまあ、一つは彼らに、国際的に通用する競輪選手を育てていただくとこれは男女ともにということなんですが
もう一つは彼らに、我々の後塵をつけて、ただ短期的じゃなく、まあ、オリンピックは一つのポイントとして、その先ずっと競輪選手が世界で活躍できるような、コーチングのスタッフを日本人スタッフを含めてそろえていきたいということで考えております。まあ以上そういったことで詳しくは後ほどまたご説明しますけれども、皆さんの方からもぜひ今後ともご支援いただくようよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続きまして日本自転車競技連盟橋本聖子会長よりご挨拶でございます。皆さんおはようございます。このような記者会見を催させていただいたところ、多くの皆さんにお集まりいただきまして本当にありがとうございます。日本自転車競技連盟の会長として一言ご挨拶を申し上げたいというふうに思います。今吉田 JK 会長からもお話がありました通り、1年前後から準備を進めていきまして、念願でありました、2人の世界的なコーチをお招きして強化体制を作り上げるということができてくるようになりました。今すでに、日本のナショナルトレーニングセンター機能、特別強化拠点といいますけれども、自転車競技トラックに関しては伊豆の競輪学校、そして日本サイクルスポーツセンターが拠点になっておりますけれども、そこに拠点を置くことによって競輪選手、あるいは競輪学校に所属する選手、そして国内の最高の短距離の選手を一堂に会して世界的なレベルの中でのコーチングをすることによって、2020年のオリンピック・パラリンピックで金メダルを含む5個以上のメダルを目指したいというのが私どもの願いであります。そこに着実に進んでいけるように多くの皆さんの力を結集して頑張ってやっていかなければいけないというふうに決意を新たにしているところであります。私自身もトラック競技者としてオリンピックの経験をさせていただきましたけれども、そしてまたその前にはかつては中野浩一選手が世界選手権スプリント10連覇という偉業を成し遂げまして、トラック競技は世界に誇る競技の一つだったというふうに思いますけれども、ここのところ大変不振が続いておりましたけれども、まあ、今回そういった世界レベルでの経験をした中野浩一さんに強化委員長をお務めいただいて、オールジャパン体制でこれから大きな目標に向かってしっかりと準備をしていきたいというふうに思っております。今後ともぜひ、ご指導を賜りますようによろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。続きまして JK 顧問日本自転車競技連盟協会委員長中野浩一さんより新体制についての経緯を発表していただきます。おはようございます。改めて協会委員長にいただきました中野浩一です。すいません、座って説明させていただきます。国際大会で勝つためにはですね、いろんなことをやっていかなければならないと、いうことがあるんですけれども、まずはその今までの体制からして、コーチが、有能なコーチが必要だということで、外国から指導者を迎えることと、それから、強化育成の方の仕組みもですね、改めて整えなきゃいけないというところから、JK に協力していただいて今回のお話ができたと思ったんですけども、今まで強化育成、それから派遣に関しては全て JCF で、合宿をやりながら、ほとんどが競輪選手が、短距離が主でしたので、競争行きながらとかですね、短期間の合宿等で、海外に派遣という形が多かったので、本格的な強化というか、そういうものができていなかったのではないかなというところがありました。世界の強豪っていうのは、その強化育成を専門的に行うハイパフォーマンスセンターというのがありまして、そこで育った選手をそこから選抜して派遣しているというのが実情です。日本でもなるべくこの形に近い形にしたいと、先ほど橋本会長も言われましたけれども、拠点となっております伊豆のサイドスポーツセンター、それから競輪学校というのがありますので、そこをハイパフォーマンスセンター、という形の、モデルケースとして、
その役割を、持ってですね、協会に通用していきたいというふうに思っております。あとはやはりその当然指導する優秀なコーチが必要というところで、今回ですね、いろんな外国の指導者、選手の、話を聞いたりですね、した中で、まあ、どの選手に聞いても、どの指導者に聞いても、ブドワイザーが最高のコーチだということで書いてきましたので、まあ、最終的にフランス、ロシア、中国、それから日本で、オファーがあったということなんですけども、まあ、その中から、まあ、日本を選んでいただいてですね、今回来ていただいたということです。それともう一人オーストラリアからジェイソン・ブレットという、まあ、にも来ていただいているんですけども、まだ年齢は若いんですけども、まあ、日本での競輪も走った経験もありますし、それから、まあ、日本の人生というのも理解が深いと、そして、オーストラリアのジュニアの育成で実績があって、リオのパラリンピックの3年も率いたという新進系の指導者でもありますので、まあ、フランス流の指導とそれからオーストラリア流の指導というのをですね、うまく融合して、日本でアレンジしていただいて、まあ、強い選手を作っていきたいと、作ってもらいたいというふうに思っております。まあ、どちらにしても早く選手をですね、まあ、本人たちも選んで、東京に向けて強化したいという意欲満々ですので、ぜひ、期待してもらいたいというふうに思っております。ありがとうございました。それでは続きまして、日本競輪学校滝沢正光校長より競輪学校における強化について発表していただきます。皆さんおはようございます。私もちょっと座ったまま説明させていただきます。競輪学校においても、スター選手の養成というのは重要な課題ではあったんですけれど、まあ、世界的に通用する選手ということに関しましては、なかなかその期待に応えていなかった部分は、ありました。まあ、国内の選手に関しましては、まあ、素晴らしい選手を輩出してきたという自負は、私自身も、ございましたが、まあ、これからやはり2020年の東京オリンピックに向けて、それだけではいけないと、やはり世界に通用する、競輪選手をなんとか育成していかなきゃいけないという重要な使命を、必死と感じて、まあ、このようなプロジェクトの中に、入っていたというような感じであります。そして、まあ、2人の外国人コーチにおいては、競輪学校のスーパーエリートクラス、まあ、いわゆるハイパフォーマンスディビジョンという部署を新しく新設しまして、そこを指導してもらうと。まあ、今まで私がやっていたトップ教場、エリート教場をそのまんまハイパフォーマンスディビジョンとして引き継いでいただいて、外人コーチ、ブノワコーチと、ジェイソンコーチに、引き継いで、世界的な、選手を目指す、指導をしていただくということになっております。そして、まあ、競輪学校が、まあ、ベースとにはなりますけれど、世界を目指す競輪選手やアマチュア選手が集まるハイパフォーマンスセンターの役割を果たせればいいと考えておりますので、いろいろな人材が競輪学校拠点にこれから展開していくということになっていく次第であります。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして、新コーチを紹介させていただきます。まずナショナルチームスプリントヘッドコーチ、 JK 競輪学校ハイパフォーマンスディビジョンヘッドコーチです、宇野和ベトゥ新コーチ、ご挨拶をお願いいたします。はじめまして、私はブノです。フランスから来ました。C'est tout ce que je peux vous dire en japonais. Je suis très heureux d'être ici au Japon pour relever ce grand défi, parce que c'est un très grand défi qu'on va avoir à relever. これだけしか日本語は話せないんですけれども、今回は日本に来れたこと、来られたこと、大変喜んでおります。大変満足しております。これからの素晴らしいプロジェクトに
向かって、まず始め出したところでございます。Avec le Japon est la quatrième nation que j'aurai la chance d'entraîner. Et je pense qu'en étant entouré de M. Tokizawa et de Nakano-san, c'est déjà un très bon début d'avoir le support de grandes stars du vélo comme eux. 海外で監督をするのは4回目になります。4カ国目になりますけれども、今度は滝沢さんや中野さんと一緒に頑張っていきたいと思いますが、もうすでに、滝沢さん中野さんサポートをすごくしていただきまして、もうスタートはとてもいいものだと思っております。Et le Japon a vraiment été un choix pour plusieurs raisons, parce qu'il y a l'aventure olympique, parce que recevoir les jeux chez soi c'est rare.Parce que la culture japonaise me plaît énormément. Le kering m'a toujours fait rêver depuis que j'étais enfant. Donc toutes ces choses font que je suis vraiment, vraiment heureux de travailler ici. Et le Japon a choisi la raison pour beaucoup de choses. Mais d'abord, Tokyo Olympique a eu lieu. Et depuis que j'étais petit, j'aimais la culture japonaise. Et je voulais aller au Japon. Donc j'ai choisi le Japon.Je pense que nous arrivons au meilleur moment car JK et JCF vont collaborer. Et je pense que c'est un moment historique qu'on va partager ensemble pour atteindre notre objectif. Ouais, je vous répondrai à vos questions plus tard si vous souhaitez. JK et JCF が上手にうまくコラボレーションしてこのプロジェクトが成功するのを私も願っております。また後ほど質問がありましたらよろしくお願いします。まずはブノワ・ベトゥコーチからご挨拶をいただきました。では改めましてブノワ・ベトゥ氏のプロフィールを紹介させていただきます。スプリントコーチとしてでございますが、エリート世界選手権において金7、銀12、銅11個のメダルを獲得しております。オリンピックでは北京、ロンドン、リオで金1、銀2、銅2、そして2014年インチョンのアジア大会では金1、銀2、銅2個を獲得という成績を収めています。そしてオリンピック金メダルですが、さっきのリオ大会におきまして女子チームスプリントを世界記録での獲得でございました。それでは続きまして、ナショナルチームスプリントアシスタントコーチ、JK 競輪学校ハイパフォーマンスディビジョンアシスタントコーチです。ジェイソン・ニブレット新コーチです。ご挨拶をお願いいたします。おはようございます。ジェイソンです。いや、かわいい。結構気にして。Maybe not so good. I am very happy to be here again in Japan. I have been here 2 years before, in 2010-2012, so it's great to be back because I love Japan. I look forward to working with Benoit for the next 4 years to put in a good strong performance in Tokyo, but also to make the Japanese Kirin riders very strong in the Japanese Kirin also.また日本に戻ってこれてとても嬉しく思っています。2年前に日本に来まして2010年と2012年に来ております。また戻ってこれてとても嬉しく思っておりますし、ブノワコーチとまた一緒に働くこともとても楽しみにしています。これから4年間一緒にやっていきたいと思います。東京での成績もいいものを上げたいですし、また競輪選手の強化というのにも貢献したいと思っております。I believe Benoit and myself, the French and Australian way, collectively will bring strong performances to the Japanese Kirin riders on the international scene and here in the Japanese Kirin. I think it's very exciting times ahead, so I look forward to it. よろしくお願いします。フランスとオーストラリア2つを合わせてとても強い競輪選手を育てることができると思いますし、日本の自転車競技にも強くなれると思います。とてもこれからの、日々を楽しみにしております。ありがとうございました。では改めてジェイソン・ニブレット氏のプロフィールをご紹介させていただきます。
先ほど中野さんからそしてただいまご自身からもお話がございましたが、2010年2012年に JK 短期登録選手として来日をされ、日本の競輪を走った経歴がございます。日本の競輪の知識も持っております。コーチとしては先のリオパラリンピックでの銅メダル2個を含め、パラ世界選手権で金2、銀3、銅2個を獲得、その他ジュニア世界選手権で金10、銀が4つ、そしてコモンウェルスゲームズで銀2、銅2ということで、指導者としてはキャリアは短いものの、すでに以上の結果を残しております。以上で新コーチのご紹介となりました。それでは続きまして、中野浩一さんより今後の展望展開について発表していただきます。はい、この2人のコーチにはですね、今月初旬に、日本に来ていただいて、その、ね、住まいとを、決めてですね、早くなるべく早く動き出そうということで、現在ですね、競輪学校では、すでにそのハイパフォーマンスディビジョンに入る選手の選定というのを27、28日で行いまして、男子4人、女子2人が選考されております。来月初旬からはこの体制による教育が始まるものと思っております。でこの後ですね、11月中にも、滝沢校長、その子供はジェイソンと相談しながら、競輪選手、もしくは高校生、大学生などですね、いろんなもそのところから、才能のあるそんな選手に、声をかけて、俗に言う一本釣りみたいな形でもですね、測定をやったりとかですね、テストをやって、才能のある選手を探していきたいというふうに思っております。それから12月17日は、伊豆で、協会委員会の方で決まってたんですけども、チャレンジドラッグというのを行いまして、そこで、いいパフォーマンスをした選手を、強化指定として迎え入れるということもありますので、ここにはですね、たくさんの人に参加してほしいというふうに思っておりますし、すでにこの種目とか測定項目はすでに JCM のホームページに発表しておりますので、あと、そちらの方にも多分配られていると思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。今後のスケジュールはスライドで出てるみたいですけども、一応ですね、強化体制も、今月から変わったという形になりますので、もう以前に決められた強化とスケジュールがありましたけども、これは、改めて見直していって、ロードランとリブレットと、相談しながら、今後のスケジュールを組んでいきたいと。一番大きなところは、今までは強化合宿というのを、3泊4日とか、4泊5日とか比較的短いスパンでやってたんですけども、それでは本来の強化にならないということで、できる限り、ほとんど伊豆に常駐しておりますので、毎日が合宿みたいな形で今後選手を強化していきたいというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、滝沢校長よりJK ハイパフォーマンスディビジョンについて発表していただきます。はい、では私からご説明させていただきます。このハイパフォーマンスディビジョンです。だからものすごい長い名前なんですけれど、これまで、簡単に言いますと、この競場というのはこれまでトップ競場として力のある選手を、私が指導してきた競輪学校においてですね、私が、指導してきたんですけれど、今後は、ここにいらっしゃるブノワコーチとジェイソンコーチに、中心となっていただいて、エリート生徒、要するにトップ教授の生徒たちを、エリートらしいトレーニング、どういうことかというと、最新機器を使用した分析や、バイオメカニクスを使った最新理論によって強化を図っていくというふうに進めていきたいと思っております。このハイパフォーマンスディビジョンと、ナショナルチーム候補選手が一緒にトレーニングすることもあります。お互いに刺激し合って、いい形が生まれることを、期待するし、そうなると信じております。競輪学校ではこのハイパフォーマンスディビジョンに入る選手の例えば入試特別枠や費用免除などの検討をすでに開始しております。
以上です。ありがとうございました。それでは続きまして最後の発表でございます。中野浩一さんより競輪界におけるサポートについて発表していただきます。はい、これまでの実績を見てもですね、日本の短距離チームは、競輪選手が中心となる可能性が非常に高いです。世界を目指す競輪選手を、業界でサポートするためには、資金的にですね、既に国際自転車トラック競技支援競輪などというのは、考案されてきたんですけれども、今後はですね、制度的なサポートも、重要であると思います。各団体の協力を得ながら、検討していきたいというふうには思っています。個人的には、世界を目指す選手への金銭的サポート、世界を目指すことがなるべくその競輪選手として不利にならないような、休班制度とかですね、市場開催の、優先権などの検討が、必要だと思いますので、このあたりは JK にもですね、協力していただいて、今後、選手がですね、本当に一生懸命やって、オリンピックを目指す世界で勝てるような選手になりたいというふうに思えるような制度を作っていきたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。